話題と宮須を苦しめたコレオ書とかいう謎の19歳よ。アーセナルは現地時間11日、バーンリーとホームで対戦。アーセナルは3対1で勝利した。そんな中、試合中終始目立っていたのはバーンリーのコレオ書という19歳のウィンガーであった。SNS で話題に。コレオ書19歳なのかよ。コレオ書やっべーな。普通にコレオ書がすごかったな。コレオ書、アメリカ出身でイスパニョールに在籍してた19歳のイタリア人。情報量多いなダブル。コレオ書って初めて聞いたけどこれで19歳とか化け物だろう。コレオ書と富安の対決面白いしこれで19歳なら良い選手なりそう。コレオ書19歳か脅威だったな。コレオ書獲得の噂だそうダブル。一夜にしてゼングーナーの頭に名前を刻ませた男、コレオ書。とっととフル代表にコレオ書呼んじゃおうぜ。